ピロトは、セルビア南東部の都市及び、基礎自治体である。2011年の統計によれば、ピロト市外の人口は38,432人、基礎自治体全域では57,911人であった。ピロトは、ピロト軍の行政的な中心都市で、セルビアの文化で、高い評価の伝統的な絨毯織物である、ピロツキチリウムでも知られている。近隣には、 セーペトカ教会や14世紀以来の神学者、イオアン修道院などがある。これらの教会は中世のセルビアの建築様式を表している。基礎自治体の面積は1235平方キロメートルあり、スタラプラニナ、ブラシカプラニナ、ベラバ、スバプラニナなど周辺は産地が広がる。また、ニシュバ川、イエルマ川、ラスニチュカ川、レムシティツァ川、 ビソチツァ川などが町を流れている。ザボイコ、ベロバツコ湖、クルパツコ、スコブ湖など4箇所の湖もある。ローマ人が来る以前のピロトにはトラキア人が居住していた。紀元前1世紀になるとローマ人がやってくるようになり、1世紀にはセルビアはローマ化が進んだ。ピロトが最初に言及されたのは町が成立した2世紀で、その頃はトゥレススと呼ばれていた。 ブラト村のマグリッチ修道院で2008年9月に2世紀の石像トラキアの騎士が発見されている。211年に遡る碑文はトラキア人が崇拝したセバジアノスが言及され、この種のものは現在のブルガリアのキュステンディルであるパウタリアでも見られる。碑文はローマ人ではない信仰集団や聖職者が報じたものである。ピロトの最初の文書での記録は ローマの道を示したタブラ・ペウティン・ゲリアナであった。古代の集落があった周辺は、ラテン語で塔を意味するトゥレスと呼ばれていた。街は街道を防御し支配するために設けられ、同時に旅行者が宿泊したり、馬や車を乗り継ぐための宿場も設けられ、重要な通過地点でもあったため居住地は発展していた。その後、4世紀には、コート族が5世紀には、粉族が侵入している。 プロコピオスの建設に関する記録によれば、ユスティニアヌス一世が在位した527年から565年に、かけ、西からソフィアにかけて30の要塞の再建を命じており、トゥレスの要塞も含まれていたと考えられる。これらの工事に関する詳細な広報も伝えていた。この頃、スラブ人やアバールがバルカン半島に侵入し、キメダバと呼ばれる居住地が、 サルラ級の南斜面に位置していた。考古学的な発見により、町は当時、砦や要塞壁に囲まれ、初期キリスト教のバシリカ、公衆浴場であるテルマス、墓地などの施設があった。軍事要塞のそばにはマジェルカ呼ばれる市民の居住地があった。この間、蛮族からの襲撃から、東ローマ帝国はうまく防御していたが、バルカン半島では、 6世紀後半から7世紀初めには、スラブ人が多くなり有力な民族となっていった。スラブ人の一集団、スクラベには520年代に入ると、ビザンチンの街を襲撃するようになり、549年には、トラキアへの襲撃が言及されている。577年、およそ10万人のスラブ人が、トラキアやイルリクムに流入し、都市を略奪したり定住している。ボリス一世は、 ブルガリアセルビア戦争の後、この地域を征服している。11世紀初期、東ローマ帝国の行政区域のシルミウムテマの一部と、ナリコの時期、バシレオス2世一世下であった。また、コンスタンティノープルソー主教区管轄のオフリド大主教区を形作った。それまでは、種大主教区であった。1182年から1183年にかけて、ピロトは、 セルビアとハンガリーの連合軍が支配し、ステファン・レマニアとフリードリヒ一世がピロトを通ったが市民からは熱狂的な歓迎を受けた。そのすぐ後の1190年代にアセント・ペタルの放棄が起こる。14世紀に入ると、セルビア人公爵であるモムチロにより、ピロト要塞が築かれた。その後はオスマン帝国の支配下となり、以後、 19世紀に入るまで続くこととなり、1831年4月7日には、オスマンの支配に対する反発から、ボスニア人の反乱が起こった。ありがとうございます。